皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はですね、一曲リクエストをいただきまして、その動画を作成していこうと思うんです。で、何かというとパプリカですね。パプリカのドラムを簡単にアレンジして動画にしてほしいというリクエストをいただきました。ということで、私なりに演奏しやすいようにアレンジをして、それを動画に撮りました。あと最後に4つですね、ポイント解説を入れておりますので、そちらも合わせてご覧ください。ではまずとりあえずその演奏を一通りどうぞ。いかがでしたでしょうか。ということで、次はこの曲を演奏するための4つのポイントですね。演奏と合わせながらご覧ください。まず1個目、基本となるリズムパターンから、このような形になります。ゆっくりやります。一打ずつゆっくり見ていくといいと思います。最初は右手と右足。で、次右手だけ。で、次両手。最後、右手。これの繰り返しです。まずはゆっくり丁寧にやってみてください。では2個目、サビの終わりなどで出てくるこのフレーズ。先ほどのリズムパターンに最後左手をもう一度追加します。最後は両手2打同時ですね。
これ2回続けて繰り返すところが多いので繰り返しできるように練習してみてください。では3つ目いきましょう。2回目の B の最後、スネアでタタッタタッ、こう入ります。タタの部分は右左でタタタタとやりましょう。では最後4つ目です。3回目のサビの最後、そして3回目の B の最後で出てくる止まる部分ですね。最後は右手と右足で止まります。ドッツダッツド、しっかり右手と右足同時に打って止めるようにしましょうっていう、この4つがポイントになります。はい、ということで今日はパプリカを簡単にアレンジしてやってみました。実際のパプリカ結構難しいフレーズが入ってるんですけれども、今日のパプリカだったらドラムを全くやったことがない人でもある程度練習すればできるようになるんではないかなと思います。とりあえず最初はクオリティとかはこだわらず、基本的なリズムパターンを身につけてもらって、それを曲に合わせて演奏する、それだけでもいいと思います。曲に合わせて体を揺らしつつ、ドッツパッツドッツパッツとやってみてください。もしこの動画面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。リクエストもお待ちしております。